こんにちは、自然愛好家の皆さん。今日はイランの砂漠と湿地をめぐる素晴らしい旅にご案内します。この独特な風景に生息する最も魅力的な爬虫類と両生類を紹介していきます。最初に登場するのはペルシャツノクサリヘビ。このヘビは美しいだけでなく危険でもあります。目の上にある特徴的な角のような鱗で知られ、強力な毒を使って獲物を制圧します。でも彼らのスペースを尊重し、遠くから観察するようにしましょう。次に紹介するのはイランイモリです。この隠れがちな両生類は岩や植物の間に身を潜めていることが多く、水源の近くに生息しています。イランイモリは鮮やかなオレンジ色の腹で知られており、これは捕食者に対する警告で、毒のある皮膚分泌物を持っていることを示しています。そしてイラン砂漠オオトカゲの話をしましょう。このトカゲは適応の達人です。砂漠の厳しい環境で小型の哺乳類や昆虫を狩るために、その鋭い感覚を駆使しています。強力な四肢と爪は掘るのに適しており、灼熱の暑さから逃れるために巣穴を作ります。それからクモビカクサリヘビも紹介します。このヘビは非常にユニークな狩猟方法を持っています。その尾は雲のように見え、鳥をおびき寄せて攻撃圏内に引き込むために使われます。これは自然の巧妙さを示す完璧な例です。イランのファットテールヤモリも忘れないでください。この夜行性の爬虫類は丸めとした尾に脂肪を蓄え、不足の時期にエネルギーを供給します。夜になると昆虫を狩るために現れ、特殊な足のパッドを使ってさめらかな表面を登ります。最後に紹介するのはカスピアンカメです。湿地に生息しているこのカメは陸と水の両方に適応しています。ほとんどの時間を日光浴や水槽や小魚を探して過ごします。硬い甲羅は捕食者からの防御になります。イランの砂漠と湿地にはたくさんの生き物が生息しています。これらの生き物たちはそれぞれが独自に適応し、生き残り繁栄しています。これらの生息地を探検するときは、常に野生生物とその巣魚場を尊重することを忘れないでください。今回の旅に参加してくれてありがとう。もしこれらの素晴らしい砂漠の住民について学ぶのを楽しんでいただけたなら、ぜひいいねとチャンネル登録を押してベルをオンにして、自然に関する最新情報をお見逃しなく。それでは次回まで探検を続け、私たちの周りにある自然の脅威を大切にしましょう。